エチオピアのブレスドコーヒーのブランドのパッケージ。コーヒーはエチオピアの主要輸出品目の一つである。エチオピアにおけるコーヒー生産は長い伝統を有する。エチオピアはアラビカ種の原産地である。アラビカ種は現在世界中で生産されており、エチオピアは世界のコーヒー市場において3%程度のシェアを持つ。 コーヒーはエチオピアの経済にとって重要な存在であり、経常収入の約60%を占めていて、1500万人が何らかの形でコーヒー産業によって生計を立てていると推計されている。2006年のコーヒー輸出額は350万ドルであり、同年の輸出総額の34%に相当するコーヒーの木の主力品種、 アラビカコーヒー抜きは、エチオピアを原産地とする。伝説によると、旧世紀の羊飼い、カルディが、羊の群れがこの植物をハムと活力を得たことから、発見したとされるが、1671年の書物が、書出であり、信憑性は疑わしく、捏造の可能性が高い。テイスター育成セミナーエチオピアは、世界第7位のコーヒー生産国であり、アフリカでは1位である。 2006年の生産口は26万トンであった。生産されたコーヒーの半分は国内で消費されているためコーヒー消費量も高い。エチオピア産コーヒーの主要マーケットは全体のおよそ半分を占める欧州連合、それぞれ約4分の1を占める東アジア、北アメリカである。コーヒーの作付け面積は約4000平方キロメートルと推計されているが、 コーヒー農家は小規模に分散しているため、その規模は定かでない。コーヒーの生産方法に大差はなく、工作や乾燥も含め、未だほぼ手作業で行われている。コーヒーの輸出収入のうち10%は政府の歳入となる。コーヒー産業の規模は大きいが、政府は国内総生産に占めるコーヒー産業の比率を製造部門の比率を上げることで下げようとしているためで、 ある。連邦政府のコーヒー、茶長がコーヒー、茶に関する一切、例えば戦場上がコーヒーを農家から買い上げる価格の調整を管轄している。これは農業共同組合をすべての戦場上に割り当てた全政権による合理化スキームの名残である。国内市場は市場集中防止のために免許制によって強く統制されている。 エチオピアンシダモビーンズハラール、シダモ、イルガチェフェ、ェそれに、リムのいずれでも生育しているエチオピアのコーヒー豆は、離れた位置にあり、地域の名前で市場では流通している。地域ごとの品種は商標化されており、エチオピア政府が商標権を保有している。エチオピアシダモは、もっぱらシダモでのみ生産されている、シングルオリジンのアラビカ種である。大抵のアフリカのコーヒーのように、 エチオピアシダモは小粒で灰色がかっているのを特徴としているが深みのある味やワインもしくはチョコレートのような色、花のような香りがあることから値打ちがある。シダモコーヒーの際立った風味はいずれも爽やかな酸味を持つレモンとシトラスのような香りを持つ。シダモコーヒーにはイルガチェフェコーヒーとグジコーヒーが含まれており、いずれも大変高品質である。ハラールは エチオピア東部の高地にある。現在もなお生産されている最古のコーヒー豆の一つであり、大変フルーティでワイン風味なことで知られている。豆のサイズは中くらいで黄緑色である。酸味は中くらいで際立ったモカの香りを持つ。ハラールは乾燥させる工程があるが、分類や乾燥はほとんど手作業で行われている。選別は手作業で行われるが、労働者は コーヒー豆の分類を非常に熟知している。タナコの上に生えるアラビカコーヒー抜きエチオピアのアラビカ種のコーヒー豆はロングベリー、ショートベリー、モカの3種類に分けられ、ロングベリーは最も大きい豆であり、しばしば値打ちと風味の両方において高品質であると考えられている。真実である場合がないわけではないが、大抵の場合はマーケティング上の売り文句に過ぎない。 ショートベリーはロングベリーに比べて小粒だが、ショートベリーが栽培されている東、エチオピアではハイグレードとされている。モカは高価格で取引されている。モカハラールはミックスチョコレートや香辛料、シトラスノーツにしばしば使われる丸豆で知られている。ありがとうございます。